皆さんこんにちは、中本美玲です。はい、久しぶりにねダンスの動画を撮るということでちょっと緊張しているんですけれども、はい、私は、石川県金沢市でアイドルにダンスだったり歌のレッスンをさせていただいております。今日はメタリズムという曲を皆さんに伝授していこうと思うんですけれども、大変きついですね。マジでここからが修羅場で、とにかく速い。というわけで今日はメタリズムをちょっとレッスンしていきたいんですけれども、ちょっと見てください、さっきここちょっとダンスの練習してましたら、こうちょっと爪で切ってえぐりまして、ちょっと欠場までして、今日はちょっとねそういうヤバいダンスなんですけれども、ちょっと皆さんゆっくりゆっくり伝授していきたいと思います。というわけでですね、メタリズム見たらわかると思うんですけど難しいです。はい、難しいです。何が難しいってメタリズムズムズムのこのポーズでね、皆さんおなじみのメタリズムなんですけど、なんで数が多いです。私がやるのはイントロから伴奏の途中ぐらいまでということなんですけど、とにかくね手数が多いので今日はここまでで勘弁していただきたいと思います。それではレッスンしていきます。まずイントロなんですけれども、今日はですねモアちゃんパートをやります。ハテガンでねモアちゃんパートやりたい人は、私と鏡合わせでねやってくれればいいかなと思います。最初にこう右足がねこういう状態から始めてほしいんです。ちょっとバレエの基本なんですけど、こう1番とか2番とかあるんですけど、バレエで言ったところの4番 ?5 番どっちか分かんないんですけど、とにかく右足がこういう外側向いた状態でこう置いてほしいんですね。こっから始めます。イントロ始まりましたら手を1、2、3、4、5、6、7、8でこの位置にね、この位置に持ってきてほしいんです。顔をつけますよ。顔をつけてこの位置に行きます。そしたらですねすぐにですね M の体勢のねポーズを取るんですね。この体勢の時点でねだいぶきついです、だいぶきついです。ダンスできないよっていう人このポーズだけでもやってみてください。全然きついです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8で顔を上げてください。はい、この勢い大事なんだよ。グンつってでもう次の瞬間こう入るんですけど、これに入る時はもう首は下がってます。七変化みたいですね。本当によくわかんないんですけど、顔下げて1、2、3、4、5、6、7、8、あ、左腕がね上がった状態で終わるんですかね。こういう状態です。でこれポイントなんですけど、動画をよく見てたらですねグッて下がった状態がスーちゃんは結構高めで、前2人ねももこちゃんとモアちゃんは結構こう低いです。この状態はこの低い状態から右手からね、右手を上げるとこから1、2、3、4、5、6、7、8徐々にこうちょっと立ち上がっていくと、そこから右手と左足ですね、今度左でもね上げて、メタリズムポーズになったら5、6、7、8でこのポーズになります。ここまでがイントロなんでね、まずここからね足がこういう状態になってます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。ここまでがイントロになります。ポイントはですねやっぱもうこのポーズですね、ポーズをしっかり決めることですね。特に手首がね疲れるんでね、このポーズ難しいです。この間私そのみきこ先生の振り付けの特徴みたいな動画出したんですね。その中でもポーズがとっても重要だっていう話したんですけど、とにかくメタリズムはこういうポーズで、この関節の角度っていうのがすごく大事ですよっていうところですね。このポーズいっぱい出てくるので、とにかくこれをしっかりマスターしてください。次 A メロですね。これ A メロとか B メロとかあるのかちょっとわかんないんですけど、はい、歌に入っていきます。ここから1、2、3、4となります。でこれちょっとももちゃんと若干動き方が違ってて、どれが正解かはわからないんですけど、多分こういう手首をね曲げた状態のまま1、2、3、4また戻ってくるっていうことだと思います。でパンパンってこう右手から手首を下げます。パンパンで下げて、デフラワーって言ってちょっと防具ダンスみたいな動きが結構出てきます。私防具ダンスあんまりやったことがないので、習ったこともないのではっきりは分かってないんですけど、そういう動きをしますと、3、4、5、6、7、8で手を出してください。パーでね、
トン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 、手首を返す動きをします。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4から、ここからめっちゃ速いんですよ。もうここからめっちゃ速いです。トン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 、右手左手、あと右手左手で頭の横に置いたら、右手をひっくり返して下を向いて、こうお祈りポーズに戻ってくるっていうのがめちゃめちゃ早い。5、6、7、8ぐらいです。で、この足を1、2、3、4で後ろに足を戻しましょう。で、その時に手をこうグーンと、手をグーンと回します。1、2、3、4、そう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 、そんな感じ。手をグーンと回します。タタタタンタタンタツンとツンとツンとツンになりますね。なんかこんな動きあれですね、オーバージュナイとかでもありましたね。で、終わったらすぐ気をつけ、左向きで気をつけしたら、右手からこう羽を広げるように、1、2、3、4で、中くらいの羽を広げて、最後に一番上の羽を広げて戻します。ここまでが、A メロって言ったらいいんですかね。次から皆さんの大好きなメタリズムズムに入っていきます。はい、ここまで来たら右足をまたピッと出しましょう。はい、右足出して、メタリズムズムズムです。メタリズムズムズム、これがね、めちゃめちゃ速いんですよね。動きが速いし、手首も痛いし、大変、とにかくとにかく大変。頑張っていこう。メタリズムズムズム、メタリズムズムズム、メタリズムズムズム、3回繰り返したらメタリズム、こうなんか左に手をクロスさせると、これはもう柔らかく、こう柔らかく、ここの激しさとはちょっと真逆の女らしさを表現してください。一回開いて閉じる、でまたこのスタンスに戻ります。メタリズムズムズム、メタリズムズム、もう頭も振るしさ、手も振るしさ、とにかく大変。よくこんなダンスを何回も連続でやるなっていう感じ、マジでやばい。はい、これ3回終わったらこっちに向き直すんですけど、ダンダンでこうお祈りポーズしたら、ドンドン、頭と手を戻すっていうね、ここメロディーに合ってるんで、この曲はとにかくメロディーを覚えることが大事。メロディーと、あとなんていうんですか、後ろで鳴ってるカッとかいう、そういう音をとにかく全部聞き取って覚えておくことが重要です。はい、それではここから難関の感想に途中までちょっと行ってみたいと思います。本当はあんまり踊りたくないんですけど、ここまではいいんですよ、ここまではまだいい。ただここからちょっとね、ここから難関の感想に行ってみたいと思います。はい、ではちょっと怪しげな感想に入っていきます。ここだけちょっと照明も変わってね、なんかムーディーな音が流れてくるんですけど、雰囲気出してください。はい、ダンダンダン、ここまで行ったらまた腕を回します。ここはゆっくりですね、1回回して、その時に右足をグッとまた出してください。で、2回回します。そうそうそう、 OK。 1回回したら2、2、3、4で手を下げるんですけど、その時は後ろの足も下げてください。2、2、3、4、4でしっかり下げ切りましょう。5、6、7、8で上半身だけ戻していきます。次、逆に手を回します。3、2、3、4、5、6、7、8で今度こっちの足を後ろに下げます。4、2、3、4でまた頭下げ切って、5、6、7、8で戻ってくるときに、こうね、右手と左手が反対、こう分かれてるようなポーズを取ってくださいね。ここからが修羅場です。マジでここからが修羅場で、大戦争なので皆さん覚悟しておいてください。大戦争起こります。ここからなんですけど、正直早すぎて分からない、何してるか分からない箇所がまあまああると。で、ももちゃんと、もあちゃんが踊ってるダンスがまあまあまあ違うと、ちょっと若干なので、ちょっとまあ私の解釈かもしれないですけど、おそらくこうかなっていうところを紹介します。でもとにかく早い、めちゃめちゃ早いので、あんまり分かんない、ちょっと分かりやすい資料あったら逆に、ね、送ってほしいです、お願いします。から多分なんですよ、多分なんですけど、こういうポーズ、これ四角のポーズを取ってると思います。ドンから正面向きます。ドンで正面向いたら、ドン、また、お祈りポーズに戻ると、ドンドンドンと首を振りますね。手と首の方がドンドンと違って、ドンと、ちょっとカウントで説明できないんですよ。後ろのカッ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 ケケケケみたいな音と合ってるんで、これを
ちゃんと覚えて合わせてほしいっていう感じ。出会いからとにかく順序だけ説明するね。で、真ん中行ったら足をガブッと落とします。ドン、右手を下げます。左手を下げて上半身上げると、ドン、こういうなんかこう手が絡まってるポーズをしてガッとまた上げます。この時点でややこしい。ここめちゃめちゃ早いんです。ダン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 。でこのあと祈りポーズにこう戻るんですけど、ここもゆっくりじゃなくてとにかく早いのね。左足グッと引いて、このあともまたカッ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 みたいなリズムに合わせて首を振り続けると、もうここは音で覚えてください。このあとですよ、右手を一回下ろします。振ったら次左足出して、冒頭の、ね、イントロみたいなポーズをして、また反対のポーズしたら次こっちの手を出して、はい、でこっちの手を、後ろに倒れてる手をパタンと下げて、いいですか、ややこしいね。その後こういうポーズになります。トン、トンと2回下げると、その後ぐる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 っと回してバッ、はい、本日はここまでとなっております。ちょっと何やってるかわけわかんないというあの視聴者の皆さん、今から私が頑張ってここまでのダンスを踊りますので、それを見てご確認くださいませ、何をしているか。はい、というわけでちょっと踊ってみたいと思います。うまくいくかどうかはちょっとわかんないですけどね。とにかく早い、手数が多い、とりあえず今日はここまで一生懸命頑張って踊ってみたいと思います。はい、というわけで、メタリズム踊ってみました。どうだったでしょうか。頑張って踊ってみたんですけど、まあ若干まだまだ止めきれてない場所とか、こういう速さについていけてない場所が多々ありと思いますが、ちょっとそこは多めに見ていただいて、まあ、とにかくこの難しさというのがね伝わったら幸いです。なんせここが速いので、もうねこんなダンスをね全部ね覚えて、しかも一つ一つの精度を上げて踊ってるももちゃんと、ももちゃんは偉いということです。この後もね、メタリズムで、ね、感想もどんどん続いていくし、 A メロ B メロとかもまた入ってくるんですけど、全部振りが違うんですよ。本当に全部振りが違うから、ぶっちゃけここだけ教えてもらっても全編教えてくれないと分かんないよっていう人いるかもしれないんですけど、それはねちょっと自分で頑張ってね覚えてください。前半部分の難しさだけがねちょっと伝わったらよかったかなと思います。ちょっと後ろのねミュージックをよく聞いてですね、ドラムの音だな、カカカカ音に合ってるので、まあ、そこら辺も注目してみていただけたらいいなと思います。メタリズムの難しさが伝わったかと思いますので、この辺で今日はおしまいにしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。 See you! バイバーイ。